マリオシリーズスーパーマリオボール、スーパーマリオボールは、ニンテンドーがゲームボーイアドバンスで2004年8月26日に発売したボールアドベンチャーゲームである。ある日、ある遊園地で、休暇マシンとスカイライドキャノンの発表会が行われた。休暇マシンは人をボールの形にする装置。ボールの形になると、驚異的な弾力性とスピードを得ることができる。 スカイライドキャノンはボールになった人を遠くに発射する大砲である。この二つの装置を使うとボールになった人をターゲットに発射するゲームを楽しむことができる。この日、まずキノピオがボールになりターゲットに発射され成功した。これを見たピーチもたまかましんでボールになりキャノンに乗り込んだが2匹のクリボーが勝手にキャノンの方向をクッパ状に変え、 そのままピーチは城に向かって発射され、クッパに捕まってしまった。これを見ていたマリオは、たまかまシンで、ボールになり、ピーチ救出へ向かう。ピンボールの玉になったマリオが、クッパに遊兵された、ピーチ姫を助けるために5つのステージを冒険する。各ステージのボスを倒して4つのスターキーを集めれば、クッパ城へ入ることができる。 プレイヤーは画面下に取り付けられている2つのフリッパーを操作してマリオを弾き返していく。アイテムも登場し、キノピオの店で買うことで B ボタンでいつでも使うことができる。ただし、大揺らしはない。また各ステージのボスを倒したり、特定のギミックをクリアすることでスターを入手できる。B ボタンを押すことによってアイテムウィンドウに表示されているアイテムが発動される。 一部のアイテムにはそのアイテムを2回使用できる便利なダブルアイテムもある。ありがとうございます。